山あ実は、日本の政治家。元、愛知県豊川市長。元、豊川市議会議員。愛知県豊川市出身。豊川市立山蔵市小学校。豊川市立東部中学校。愛知県立国府高等学校卒業。1967年3月、同志社大学経済学部卒業。同年4月、東、愛知日産自動車株式会社に就職。 1988年9月、富士火災会場保険株式会社に転職。1995年4月の豊川市議会議員選挙に出馬し初当選。以後、議員職を3期務める。2004年5月、豊川市議会議長に就任。2007年9月30日に行われた豊川市長選挙に出馬し初当選。同年10月20日、市長就任。 豊川氏は2008年1月15日、音羽町と水戸町を編入。2010年2月1日には小坂井町を編入した。2011年10月2日、ホイ軍4町との合併を終えて、初めての市長選挙で2期目の当選。2012年6月に愛知県市長会の会長に就任している。2015年10月4日、3期目の当選。 2019年の市長選には出馬せず引退。2020年、朝日小受賞受賞。ありがとうございます。